はい、こんにちは、原田農園です。今日は2月1日のですね、金曜日です。昨日ですね、ちょっと動画、撮ってたんですけど、昨日ですね、結構雨がひどくて、このハウス内でですね、また、キャベツとかの、播種作業をですね、撮影したんですが、ちょっと雨の音で、ザーっていう雨の音で、全然ちょっと声が取れてなかったので、昨日ちょっと動画アップできませんでした。まあ、アップしてもよかったんですけど、聞き取れない動画はちょっとしょうもないんで、アップしてないんですいませんが、その昨日ですね、播種した、128ケツに播種したですね、キャベツなどをですね、今日育苗機に入れてですね、今から電気をかけていこうと思いますんで、そちらの方を紹介していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、前回の播種した時の動画でですね、こちらの、育苗機は どこのメーカーを使っておられますかということで、一応、お話があったんでちょっと紹介していきたいんですが、こちらですね、軽分社のですね、育苗機を使っております。こちら電源を、入れるとですね、まあ、設定温度が最初に表示されて、ヒーターが今作動してますよということで、表示切り替えをしたらですね、今の温度が12度ということで、ヒーターが、まあ、こっちはヒーターがついてますよという表示ですね。で、今何時間稼働してますという感じで表示がいきますんで、25度の設定ですね。ダイヤルでこのボタンを押すと、設定温度が変えれます。うちらの方ですね、マイナス10度とかになりますんで、なかなか設定温度20度付近に設定したいんですが、寒すぎてですね、20度付近にならないことがありますんで、一応ですね、25度、設定温度25度で、セットしております。はい、で中の方なんですけど、今までは H95AL というですねヒーターを使ってたんですが、ちょっとそれが去年壊れてしまってですね、今は古い軽分社のこれヒーターを、先ほどのですね、デジタルの、設定するものにつないでですね、こちらに温度計がついております。ここで温度を見ながらですね、セット温度までヒーターを、作動したり止めたりしてですね、行っております。はい、で、金径201というですね、キャベツの巻いた、128ケツのトレイなんですが、こちらをですね、3枚ですね並べて、間をちょっと開けながら、まあ、チンゲンサイとか、チェマサンチュとかですね、他のものも、入ってるんですが、こちらをですね、入れて、下のこのトレイに水が入ってて、で下のあのヒーターだけはヒーターのみ、水を溜めるタイプではありません。ヒーターのみのタイプになっております。一応あのアクアヒーターっていう水を溜めるヒーターを買い替えようと思ったんですけど、でも軽分社のあのカタログを見てみると、野菜専用のやつはですね、ヒーターとこの水溜めるトレイが別のものを使っているみたいなんで、もうこのままもらったヒーターを使いながらですね、育苗していきたいと思います。水をたっぷり与えてですね、で、並べて今から、閉めて保温していきたいと思います。はい、あとはですね、チャックを閉めていくだけです。育苗機は、84型というものを使っております。はい、先日ですね、金径201播種したものですね、徐々に、芽が切れてきました。こちらは水菜ですね、水菜とかキャベツ、サニーレタス、こちらはキャベツのですね、もう老化した苗をポット揚げしたものがだんだん元気になってきました。あとリーフレタス、こちらはサニーレタスですね。でお気に入りという白菜ですね、ミニ白菜、ミニ白菜も、春
収穫用のですね白菜として、発種しています。でこちらはですねおはようというですねブロッコリーですね。こちらはあのアントシアニンの紫が出にくいですねブロッコリーを発種しております。こちらも芽がだんだん出てきてますね。はい、という感じですね。あとはですね豆ですね、スナックエンドウ、グリーンピースなどを、ポットに巻いてですね、育苗して、苗として販売したりですね、定食したり、考えております。こちらは、早めに巻いてるスナックエンドウ、あとこちらグリーンピースですね。はい、こちらを、今ですね育苗の方をしております。まあ、水菜とかもですね、販売用で育苗したりですねいろいろしております。はい、またですね随時、もう2月に入って中頃ぐらいですかね、結球レタス、玉レタスですね、シスコの方をまた発種の方をしていきたいと思いますね。そちらの方をですね紹介していきたいと思います。近景2マルチ、キャベツとかあとブロッコリーですね、ブロッコリーは、発種して育苗の感じがですねほとんど一緒似てますんで、こちらですねこの間紹介した、ハッシュの方法でですね、ハッシュしていただければ、同じようにちゃんと芽が出てですね、成長してくれると思います。はい、ハッシュ用のですね、土をちょっと、紹介し、正確に、紹介してなかったんで、ハッシュ用のちょっと土を紹介したいんですけど、坂田のですね、プライムミックス TKS1 ということでですね、こちらがハッシュ専用の、培養土になっております。まあ、野菜や花に、使えます。この TKS1 でなければですねちょっとハッシュ用専用培土じゃないんで、まあ、ここはこちらをですねハッシュ専用培土ということで気をつけてもらいたいんですが、こちら80リッターで結構あの量が多いので、重宝しております。はい、ペーハーの方がですね5から6ということでちょっと酸性に傾いてますね、中性が7だということで、成分が1リットルあたり、窒素が80から190mg、リン酸が40から 110mg、 カリが140から 230g という形になっております。まあ、あの詳しくはこんな感じですね。こちらですね、うちが使っているのはですね、こちらの128穴ですね、128穴に、土をこう入れますよね。入れて、苗が出来上がってこう苗を抜き取って、半自動の、移植機に入れたりするんですけど、この抜き取った時のですね根張りがいい、根がしっかり巻いているのと抜き取った時に土がこぼれないというこうばらけないというのがですね特徴だと思います。ということで、うちはあのこちらですねプライムミックスを、ちょっと好んで使っております。こちらはですね、うちは池角種苗さんというところから、購入しております。JA でもですね、取り扱いありますのでだいたいですね3000円ちょっと出るかな、4000円まではいかないと思います。一袋3000円ちょっとで買えると思いますんで、まあ、あの80リッターの量の割に、3000ちょっとということで結構安いんではないでしょうか。はい、あとですね育苗の、育苗箱ですね、こちらと128穴のプラグトレイはですね、コメリとか順天堂などでですね購入をしております。はい、あとですね、種ですね、こういう種はですね、先ほど紹介しました池角種苗さんでうちは、全部ですね購入させていただいております。はい、という感じですね、ハッシュする道具、こちらの紹介は以上です。はい、今日のですね昼の作業はちょっと紹介だけになってしまったんですが、またですねわからないことあれば、質問していただければまた、質問に答える動画をやっていきたいと思います。はい、今日の昼の作業は以上です。はい、今日の
白と黒の様子ですが、こんな感じですかね。二人とも元気ですか。わおわお、わおわおわお、わおわお、ペロペロしないで。美味しくないよカメラは。はい、ちょっと最近雪が多くてですね、外になかなか出られないんで、結構めいめい泣いてますけど、二人とも元気ですね。はい、という感じで白と黒の様子でした。はい、今日でですね、フランキーに入れて18日目になります。18日を経つとですね、転卵、卵をひっくり返す、コロコロ返すですね、転卵というのを中止しないといけないという、取扱説明書に書いてあってですね、一応ですね、転卵もちょっとやってみたんですけど、卵の中が真っ黒になっていて、もうですね、卵の中にぎっしりヒナが成長しているみたいなんで、転卵の方をね中止していきます。で、今もうこの、間に馳せてあったこの間を分けるものをですね外したんで、この端はですね後で入れた4つなんで、これはまだ転卵を、してですね、こちらの卵は全部転卵を終了してですね、今からまた、2月の4日から5日ぐらいがですね、帰る、ヒナが帰る予定なんで、このままですね、展覧を中止して、様子を見ていきたいと思います。はい、以上です。